こんにちは、バンズブロです。今日は怒ってます。まあ、ラジオ感覚 Vlog なんでお聞きいただけると嬉しいんですが、正直札幌市の行政に怒り奮闘、昔でいうところの激おこぷんぷん丸です。使わない、最近この言葉使わないし、激おこぷんぷん丸。まあ、何起こってるって、まず27億ですよ、27億。27億円事業失敗したら大抵、民間企業であれば責任取りますよね。担当の部署の人、もちろん例えば社長さんとか、その事業を失敗した人って責任取るんじゃないですかね。で、何の話してるかって言ったら、オリンピック、パラリンピック誘致活動に使った9年間使った期間あったらしいんですけど、9年間で札幌市が誘致活動に使ったお金約27億円らしいです。こんなのね、27億ね、多分まだまだでありますよね、きっと。27億で済んでないような気がするんですけどね、どうなんですかね。で、昨日29日の日に札幌市のなんかそのそういう公聴会みたいな、なんていうんですか、説明会みたいのが市議の人たちの間であったみたいなんですけど、委員会があったらしいんですけど、それになんとなんと一番の責任者の秋元市長と副市長出席しなかったらしいですね。なんでなんですかね。出席しなかった理由なんかどこ見ても出てなかったんで、なんで出席しなかったのか。私は忘れもしないですけど、2021年から22年に札幌冬大雪降ったんですよね。ものすごい雪が降って交通麻痺して、もうとてもじゃないですけど車走れる、まともに走れないような状態で、その時に出した動画あるんですけど、とんでもない雪山の高さになってましたね。その雪山、雪の対策についてとか、新年早々秋元市長がテレビ出演されして、敬語使わないですよ、されてなんて言わないです、出演してなんかいろんな市のそういう姿勢のことについて念頭の話をしてたんですけど、その時に雪がすごいんですけど、どういう対策取ってますかってみたいなことを言われて、さらっとですね、いや今後検討していって幹線道路から順次除雪を始めてとか、計画的にとかつって、1分だか2分だか、総出演時間のわずか10分の1ぐらいの時間で済ましたんですよね。その時に彼はその後何を話したかっていうと、オリンピックの誘致ですよ、誘致の話、延々と誘致の話を続けて、その時にはもうすでに多分札幌市民も結構もうやめましょうよって声が上がってた頃だと思うんですよね。それなのにまだ誘致を進めますってことをずっと言ってたんですよね。そんな彼がですよ、市長がその総括的な委員会に、昨日の委員会に出席してないってどういうことなんですかね。どういうつもりなのかなと思って、まずそのオリンピック関連のことですね、27億円のことに関して、まあ秋元さんが自分のポケットマネーから出すっていうなら私はそれはいいです、あらどんどんやってくださいって感じなんですけど、税金なんじゃないんですかね、どうなんですかね。全部が札幌市の税金で賄ったとは思わないですけど、国からも出てるのかわからないですけど。で、そんな中で最近ちょっといろいろ話題になってるのが、
札幌ドームですね、札幌ドームが赤字になります。全然某ハム球団が後ろ足で砂かけるような感じで出てって私はそう思うんですよね。まあこれ日ハムが出てったのも結局はいい場所を札幌市内で提供できなかった市長の責任だと思うんですけど、まあ別のところに移ったとしても赤札幌ドームは赤字ドームになってどん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 赤字が膨らんでいくんですけど、札幌ドームは市の管理している施設なんで赤字になった場合は市が補填することになると思うんですけど、それのネーミングラッツっていうんですか、名前を公募して名前つけていいですよっていうのに2億5000万だかで命名権売りますってなったらしいんですけど、全然応募なかったらしいですね。そりゃそうですよ。そんなだって名前ねドームにつけて何のメリットあるんですか。人も来ないようなドームに、集まらないようなドームに企業側が名前つけてメリットないですもんね。さてこれもどうなるんですかね。これも秋元市長のポケットマネーで赤字分補填していただけるなら私は全然 大歓迎です結局日ハムに出てかれた責任の、まあ日ハムも日ハムでちょっとやり方ひどいと思うんですけど、もともとドームで散々集客しといていざなんか儲かりだしたら文句言って出ていくみたいな軒先貸してじゃないけど、じゃないか、それとはまた違うか。いや本当に後ろ足で砂かけて出ていったような感じですんで、私はもう日ハムは一切応援してません。もう北海道の球団だとは思ってないんで、札幌市民として日ハムのことは応援できないです。でそんな中ですね、なんかね最近ニュースでちらっと見たんですけど、スポーツの力、町の力、未来だかってなんか変なキャンペーン札幌市で始めたんですよね。まあこれどうなんですかね、札幌市が市が主体になってやってるのか、各スポーツ競技団体、例えばコンサドーレだとかレバンガだとかそういう団体がやってるのか、ラジオ局だとかテレビ局が主体になってやってるのか、ちょっとはっきり分からないんですけど、スポーツの力街の未来っていうタイトルでバンバンなんか CM っていうか入ってるんですけど、要はなんか心と体の健康づくり、生きがいづくりだとか子どもの健全育成、経済活性化で夢や希望や勇気を与える札幌市にしましょうみたいなスローガンでやってるんですけど、どうこれってスポーツじゃないとダメなんですかね。スポーツに興味のない人はどうなのかなと思って、まあいいんですけど、これにまた税金使ってるんだったらちょっと嫌だな、スポーツだけになぜこだわってんのかな。極端なこと言ったらねえ、e スポーツでもいいんじゃないかe スポーツっていうか、なんだろう、アニメでもゲームでも漫画でもコミックでもコスプレでも何でもいいんじゃないですかねなんでスポーツにこだわってんのかなというふうに思いました。まあ、してね、さらにさらにですよ敬老パスっていうのあるんですよね。敬老パス、70歳以上の札幌市民に対して今までは2万円
1万7000か、1万7000円を負担していただければ最大に7万円まで年間市営地下鉄、市営バス、市営バスっていうのかな、バスね、市内のバスに7万円まで年間乗れますよっていう、要は5万円分お得に乗れますよっていうのは、昔はフリーパスって全部タダだったんですけど、それがなんかいつからか一部個人負担になったんですけど、それをですよ、今度なんか歩いた距離だとか介護予防のそういう活動に参加したらポイントがたまって、そのポイントが最大2万ポイントだからたまる、要は歩いたポイントによって2万ポイントだからもらえて、それがチャージされて2万円まで使えるようになりますよっていうような、敬老パスとかっていうそういうものに変えるっていう話なんですよね。何ですかそれって。あのね、悪いんですけど、健康に歩ける人は敬老パスそんなに使ってバスだとか地下鉄なんか乗らないんですよね。体痛い、あっち痛い、こっち痛い、腰痛い、足痛いって言って、あ、バス乗りましょう、地下鉄乗りましょうっつって利用するのが敬老パスなんじゃないですかね。20代30代とか40代50代とか若いうちにですよ、若いうちにそのポイントをどん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 貯めていって、将来70歳になった時にその貯まったポイントで敬老パス使えますっていうならまだ話分かりますよ。年取って体動かなくなってから歩いてポイント貯めましょうだとか、もう介護を受けるような年齢なのに介護予防の活動しましょうだとか、地域に貢献しましょうとか、何なんですかね。さらにそれがなんか要はスマホを使えないとスマホのアプリでポイントが貯まるとかって言ってるんですけど、バカじゃないかと思いますよね。今のお年寄りにそんなことできるわけないじゃないですか。うちの母さんなんか母親なんか、この間聞いたら貸してるスマホほとんど使わないんですけど、たまになんか孫と LINE のやり取りしたいっつって LINE 開こうとしたら LINE のアイコン長押ししたら×出たんで、焦って×をして LINE のアイコン消しちゃったって言うんですよね。そんなレベルですよ。タップだとかダブルタップだとかピンチだとか、そんな動作の仕方わからないんですわ。そんな人にアプリを使ってポイントを貯めて、そのポイントをチャージして健康パスにしましょうなんて絶対無理ですよね。まあ我々ぐらいの年代がその年になった時に、まあ果たしてそんなスマホっていうものがあるのかどうかもわからないですけど、その時にやれたらできるかもしれないですけど、今の昭和生まれの昭和で育ってきたお年寄りには無理だと思いますね。そんな中ですよ、それでさらに笑っちゃうのが、札幌市厚別区ってところに、まあ、昔からの団地があって、あれですね、高度経済成長期にバンバン建てた群があって、そこに住んでる人たちが結構高齢世代になってきて、なんか高齢率がすごい高くなって札幌のモデル地区みたくなるっていう話なんで、そこになんとなんと無料のタブレットを配って、まあ、とりあえず試験的に150台配ったって言ったかな、無料で配ってそのタブレットを使ってもらって地域活動に参加していただきましょうっていうのは、国のデジタル田園構想とかなんかそんなやつの予算で4億円のうち4億円使うらしいんですけど、
それを半分をその国から補助出て、残りは半分ってことは2億円札幌市から税金で出るんですかね。またそれでなんかお年寄りにはなんかその記事読んだら、85歳のなんか町内会長さんだかがもらって、いや頑張って使ってみたいです、慣れていきますって言ってるんですけど、いや1年後楽しみですね。使えないですって。で、使えそのタブレットの活用方法が、まずその地域情報、要は回覧板的なものみたいなものだとか、病院の案内、町の催し物の案内だとか、そんなものを発信するのと、あと病院のその会員時間っていうんですか、そんなのが調べられるだとか、まあ、そんなの普通に別にまあタブレットお年寄り持ってないから、持ってない方にしてみたらありがたいのかもしれないですけど。で、一番笑っちゃったのが AI 機能がついてて会話ができるらしいんですよね。で、試験的にやってた会話内容が、なんかタブレットに今日の晩ご飯何にしようって聞くんですよ。そしたらタブレットの答えが、 AI の答えが、今日は昨日の余ったポトフをリメイクしてリゾットにしてみたらどうだろう、簡単だよっていう答えだったんですけど、いや女の人だったら分かるかもしれない、ポトフとリゾットとリメイクですよ、なんじゃそりゃと。そんなもの、じゃあレシピを見せてって、レシピ見せて作りますか。お年寄りが、ああリゾット美味しそうだねって作ると思います？無理ですよね。さっき言った85歳だが86歳の男性に、今日の晩ご飯何がおすすめって聞いた時に、サバの塩焼きです、じゃあまずサバを3枚におろしましょうっつって、まあ普段やってる人ならできるかもしれないですけど、やりますかね。しないですよね。スーパー行って3枚おろしになってるサバ買ってきて焼いて終わりですよ。いや本当に、なんだろうな、結局箱物行政と一緒ですよ。物配ったら、物配ってはい終わり、あとは知らないです、使わない方が悪いんですからって言ってる、お役所仕事のいい例だなと思って見てました。どうなんですかね、結局すごいガタガタうるさくてすいません。最初に言ったオリンピック誘致にかかったお金27億円、タブレット配ったお金4億円のうちの2億円で、敬老パス、お年寄りの敬老パスを削減したら、なんか50億円だか50億だかが浮くらしいですね。浮くんだか、まあ取らぬ狸のなんとか川なんとかで、どうなんだか分かんないんですけど、いや本当にお役所って何考えてんのかなって思います。まず27億円の事業失敗したんですから、責任取ってほしいですね、きちんと。まああの育児なしのダメ市長には責任取れないでしょうけどね。いやもう本当、あの市長に対抗できる立派な方、誰か出馬してくれないかな、速攻入れるんですけどね。よくあの市長で札幌市やってますよね。という感じで、すいません、今日はなんか本当札幌市の
行政に対しての愚痴見たくなってしまいましたが、まあ私みたいなちっぽけな人間が何本吠えても何の力にもなれないし、何にも変わらないんでしょうけど、皆さんのお住まいのところの市や町、村でも同じようなことが起きてんじゃないかなと思って、行政は大きくなれば大きくなるほどダメになってきますね。まあ、そんな感じでした、また長くなってしまいましたが、まあたまにはこんなお話もいいのかなと思って、税金無駄に使ってほしくないなと言いながら、私はふるさと納税で札幌市以外に結構お金を納めてるんで、札幌市に無駄なお金使われたくないんで、それなら他の市町村に有効に使ってもらった方がいいんでという考えで、ふるさと納税を考えしています。それでは長くなりました。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録、評価、コメント等いただければ嬉しいです。以上、バンザブロでした。したっけね。今日はね、これから午後また吹雪です。気温が高いんで雨混じりの雪になるみたいですね。嫌だな。また明日除雪ですわ。